十八代目中村勘三郎襲名披露公演の最後を飾ったのは京都南座でした。昼の部猿若江戸の初矢倉では勘九郎が猿若を、七之助が出雲のお国を演じ舞います。そして勘三郎は名作義経千本桜河連方言館の場に出演。その名場面ともいわれる佐藤忠信に化けた源九郎狐の登場シーンをご覧ください。わかりましたか？それではもう一度、揚げ幕の音がして花道へと注意を引きます。そして登場。続いては舞台上から消えたかと思うと、なんと天井から登場。さらに奈落では力自慢の大道具さんたちがスタンバイ。勢いよく登場。そして夜の部、艶やかな舞台の裏側ではお弟子や衣装、床山と一丸となって早着替え、踊りの最中でも引き抜き、お見事。裏方も力を合わせて次々に衣装や小道具を変え役者を送り出す。歌舞伎は一座が一体となり作り上げる総合芸術ともいえる最高のエンターテインメント。そしてその芸を親から子へと受け継いでいくのです。
千秋楽のあと勘三郎と仲間たちが集まりました。歌舞伎発祥の地と言われるこの場所が2年にわたる襲名披露の打ち上げの場となったのです。2007年はさらなる挑戦の年となります。ニューヨークで2回目の平成中村座公演があるのです。中村屋の元旦、おめでとうございます。おめでとうございます。お弟子や関係者が顔を揃えます。全然冷たい。じゃあ一気にやれない。長男勘九郎は翌日から若手中心の舞台で大役を務めることになっていました。明日初日だけど、はいはい、うちは3日に見に行く。 ありがとうございます。どうするここにあるの全部が、はい、それは勘三郎の当たり役、身代わり座禅の主人公です。今は何だかって言うと笑っちゃダメ。わざとらしい声、あんまり、はい、普通でいいの。神は見ま、何で見まはなんだ、それは違う。そこで笑って、それは少し強く言ってくるぞよ。はい、ここも、はい、かつて勘三郎も父から身代わり座禅を受け継ぎ舞台に立ちました。その思い出の場所がここ浅草公会堂だったのです。俺は初めてやったところなんだよ。生まれて初めて身代わり座禅やったのはここなんだ。うちないともう本当に手も足も出なかったよ。やだやだ、もう本当にもうね、うちないじがいるんだもん。山の神うちないですもん。なんじゃないよ。新春浅草歌舞伎初日、演目でございますが、身代わり座禅という舞踊でございます。この踊り、私中村屋が本当に大切にしてきた踊りでございます。この年でこの踊りを踊らせていただくというのは本当に光栄なこと、またこの浅草がなければできないことでございます。私本当に心より感謝しておる次第にござりまする。今宵の楽しさ、今宵の楽し
高みを目指します。そして勘三郎もまた、That will knock him. That will knock him. Okay. That will knock. A knock か。Knock. He's got. 挑戦の真っ只中にいました。That only a Kabuki actor could love. Are you from? なぜ英語の練習をしているのでしょうか。Word. Did. Okay. じゃあ。ごめんなさい。いやいや、もう大変です。こんな難しいとは、やっぱほらさ、はい、ねえ、あの、うん、だからやりますよ。大変なこと言い出しちゃったよ本当に。なんとセリフの一部を英語にしようというのです。Lucky for you, I came along. Lucky for you, I came along. Good. 7月。再びニューヨークに平成中村座を建てます。成功を収めた前回の公演、観客はイヤホンを通して英訳したセリフを聞いていました。しかし今回は英語を交えて芝居をします。特に発音にはこだわりがありました。俺が例えば日本で外国から来た人の芝居見ててもちゃんとした日本語を使ってくれると嬉しいけど、あなた大丈夫ですか、おなめねえって言われたらなんだよって思うよね。それにだけはなりたくなかったわけよ。だから発音に少しはこだわった。今回の演目は法解剖。父十七代目勘三郎が得意とした主人公を演じ、ニューヨークの人たちに見てもらおうというのです。制作発表では父への思いを語っていました。あえて言うけどね、昨日もね、うちの親父のビデオ見たんですよ。崩壊坊って勘三郎でしょ、つまんなかったね、これが。これは勝負だな、だからうちの親父に勝つか負けるかって言って、だからこんなこと本当に分かってくれてると思うからね、あえて言うけれど、で失敗したらじゃあマミロまだまだ俺とのって言われるかもしれないけどね。今回のニューヨーク公演は亡き父人間国宝十七代目中村勘三郎への挑戦でもあったのです。2007年7月、2度目の平成中村座ニューヨーク公演は劇場の中を歌舞伎小屋に改装。ギリギリまで英語のセリフを確認します。バグ。ブロードウェイを擁する演劇の街ニューヨーク、その街に住む人々に崩壊坊は受け入れられるのでしょうか。
What's your name? What? Ian. My name is Paul Kyle. あの野郎ね、自分でもいい男だと思ってんだよ。He believes he's got gift to women. Good looking, huh? He's got a face that's only for good for Kabuki. He's such a poser. No. He's a metrosexual. Okumi, time to change hotels. に包まれました。東京に戻り、8月納涼大歌舞伎の稽古が始まりました。この公演でも勘三郎の挑戦は続きます。無論のところへ行ける気はないか。さすればこんな気はありません。その言うに言われぬわけというのは、古典のある大役を務めることになっていたのです。まあ古典でね、一生懸命これからも勉強してやっぱり守っていくってことがなんかね、大切なんじゃないかなと思ってるんですよ。細かいことだけどね。指導をお願いしたのが義理の父、七代目中村芝翫、人間国宝に認定された重鎮です。勘三郎が挑む大役、それは裏表仙台萩の目野と正岡。さらに下男小助と日記壇上も務め、三役を演じ分けました。伝統のたすきは途切れることなくつながれていきます。伝統を受け継ぐことについて、
当時の勘九郎に質問しました。その答えには偉大な父への複雑な思いが込められていました。まあ今仕方がないっていう気持ちもあるし、この野郎って思う気持ちもあるし、なんだろうな、比べてもしょうがないじゃんっていうのもあるし、いろんな気持ちが混ざってますね。一方七之助は、ついでに行かなくちゃいけないっていうプレッシャーはあるんですけど、生まれてきてからずっとそうですので、歌舞伎役者は比べられてなんぼですし、もうそれでああプレッシャーだなと思ってたら何もできないですし、芸を極めようとする父と背中を追う息子たち、江戸時代から連綿と続く歌舞伎の伝統を垣間見ることができました。次回はドイツでの平成中村座、あふれ出す大喝采。